部屋の荷物。知らないわよ。お父さんでしょ。こんなの人権侵害。お父さん。これを機にまともになれよ。もう家を出るしか、それしか。ゆかちゃん、開けるわよ。おばあちゃん。ゆかちゃんの大事な画材、これだけは取っておいたの。お母さん、勝手に。画材がなくなったら困っちゃうものね、ゆかちゃん。うん。泣かないで。ごめんね母さん、これだけは二度と捨てないでよ。